はい、こんにちは、116インズです。さて、オールスターまであとちょうど1ヶ月くらいの時期になってきました。今年のオールスターは2001年以来22年ぶりにシアトルで開催予定で、ファン投票の方も進んでいますよね。この動画を作成している最中にファン投票の第1回の中間発表もあり、エンゼルスの大谷翔平選手がリーグの中でもものすごい票数を集めている状況にあるのは日本でも伝えられているところかと思います。選手にとってもオールスター出場は名誉なことであり、一度でもオールスターに選ばれた経験があるというのは、野球選手として一定以上の成功を少なくとも1年でも収めた証明でもあると言えそうですが、一方で割と主力クラスで活躍しているのになかなかオールスター出場のチャンスに恵まれない選手というのも中には存在します。今回は今季が MLB6 年目、6シーズン目以上の選手で、もしかしたら今年ついに初めてのオールスター出場をつかみ取るかもしれない8人の選手を独断と偏見でピックアップしてみましたので、その選手たちを早速見ていきましょう。はい、まずはレイズのヤンディ・ディアス。今季が MLB7 年目の31歳の選手です。ディアスは今季ここまで55試合に出場し、打率3割1分3厘、ホームラン12本、 OPS9 割5分3厘、 WRC プラスは171とバッティング面でキャリアイヤーを迎えています。もともと強い打球を打つ才能のある選手ではありますが、今季打球に角度をつける長打になりやすいとされるバレルの打球の打ち方を覚えたようで、バレル率がアップするとともに長打力が大幅にアップした結果、選手としても一段上となった印象です。今季絶好調のレイズからディアス以外でもフランコやアロザレーナなどを筆頭にかなりの選手が選ばれそうな雰囲気がありますが、今季のレイズの快進撃を語る上でやはりディアスは欠かせない存在だと思いますので、今年ぜひ初めてのオールスター出場をつかみ取ってほしいなと思う選手の一人です。続いて2人目はメッツのブランドン・ニモ。今季が MLB8 年目の30歳の選手です。昨年オフにメッツと8年契約を結び、ニューヨークに留まる決断を下したニモですが、今季もメッツ不動のリードオフマンとして打率2割8分2厘、出塁率3割7分4厘、 WRC プラスが125、バッティングが好調だった4月から数値が落ちてきている点は少し気になりはするものの、メッツ打線のテーブルセッターとしての活躍、センターもソリッドに守れる点、チーム内ではピート・アロンゾに次ぐウィンザボリプレイスメント 1.8 を記録しているのも含めて、各チーム最低1人はオールスターに送り出す中で、ニモは間違いなく選出の有力候補とはなってくるはずです。特にアロンゾが先日デッドボールで故障し、最低でも3週間から4週間の離脱が決まっている状況も考慮すると、ニモ選出の可能性はより高まったかもしれません。3人目はレッドソックスのアレックス・バーデューゴ。今季が MLB7 年目の27歳の選手です。バーデューゴは今季攻守に地味にキャリアイヤーペースでここまで推移していて、バッティング面では WRC プラス119、ライト守備では DRS プラス8、UZR プラス 8.2 と大きくプラスを稼ぎ出している状況で、ベースボールレファレンス算数のウィンザボリプレイスメント 2.1 はリーグの野手では12位、同じ外野手に限れば6位の好成績です。ニモと同様にバーデューゴも打撃好調だった4月以降は冷えてきたなという印象はあるものの、もう少し打撃が上向くようだったらチャンスはあるのかなと。同じレッドソックスの外野手では吉田正尚選手がルーキーながら特にバッティングでインパクトを残していますので、彼がライバルとなるかもしれませんね。4人目はダイヤモンドバックスのルルデス・グリエル・ジュニア。今季が MLB6 年目の29歳の選手です。昨年オフにドルトン・バーショーのトレードでモレノと一緒にブルージェイズから移籍し、今季が初めての NL でのプレーとなっているグリエルですが、トレード当初はメインパッケージのモレノにプラスして一緒に移籍した、まあややおまけ感もありながらも、今季攻撃面で大ブレイク中でして、打率3割1厘はリーグ7位、WRC プラス139はリーグ13位と、いずれもトップクラスの成績を並べています。第1回の中間発表においてもファン投票でトップ3に入ってますよね。若手の躍動にも支えられてダイヤモンドバックスは今季ここまで絶好調ですが、グリエルの活躍、ブレイクも一つ欠かせない要素かと思っています。なおグリエルは今季オフに FA 権を取得予定、初めてのオールスター出場をつかみ取るだけの活躍を見せて市場価値もアップさせたい感じでしょうか。ここからはピッチャーですが、まず1人目はレンジャーズのジョン・グレイ。今季が MLB9 年目の31歳の選手です。かつてはドラフト全体3位指名を受け、将来を嘱望されたグレイですが、ロッキーズ時代はなかなか伸び悩み、昨年4年契約にて加入したレンジャーズ1年目も防御率 3.96 とまあぼちぼちくらいの成績でしたが、今季はここまで12先発でリーグ4位の防御率 2.32、 このままいけばオールスターも狙えるだけの位置に現在つけています。今季快進撃を続けるレンジャーズ投手陣をイバルディと共に支えてますよね。一方でグレイに関しては FIP が 4.17、 XERA が 3.93 といずれも現在の防御率ほどに良くない点は気になるところで、成績の揺り戻しが少し怖いところですが、ひとまず前半戦中は踏ん張ってオールスターへの切符を勝ち取ることはできるでしょうか。イバルディと共にレンジャーズを代表して出てほしいですね。ピッチャー2人目はジャイアンツのアレックス・カップ。今季が MLB12 年目の35歳の選手です。
意外にもオールスター出場ないんだなと思ったカープですが、かつてオリオールズでは不良再建だった時代を乗り越えて復活を果たした点はお見事。ここまで13先発で防御率 3.01、 ベースボールレファレンス算数のウィンザボリプレイスメント 2.1 はリーグのピッチャーでは4位タイの好成績ということで、今のところ十分にリーグを代表するだけの成績は残しているのかなと。カープも昨年比で XERA が悪化傾向にあり、現在の活躍もやや出来すぎ感は否めないかもしれませんが、35歳という年齢も考えるとオールスターに出場できるチャンスももうそうないでしょうし、今季シアトル行きオールスターの切符を特に掴んでほしい選手かもしれません。ピッチャー3人目はエンゼルスのカルロス・エステベス。今季が MLB7 年目の30歳の選手です。オフにエンゼルスが彼を獲得した時、本当にいい補強になるのではと、コロラドを脱出することで活躍できるのではと何度かお話してきましたが、今のところそんな感じで、エンゼルスのクローザーとして28試合で防御率 1.59、 失敗なしの17セーブ、勝ち試合におけるエンゼルスブルペンの後ろの安定感を大幅に上げたと思いますし、チームからの信頼も今や相当厚い印象です。十分にオールスター選出に値するだけのパフォーマンスだと考えていますが、少し壁があるとしたらチームメイトに大谷さんとトラウトさん、2人の野球選手がいて、彼らはまず間違いなくオールスター出ると思いますので、エンゼルスから3人以上が選出されるか、ロースター枠の関係は少し問題となるかもしれません。まあとはいえ今年のエステベスで出られずに誰が出るんだという感もありますので、このままいけば十分チャンスはありそうです。そして最後はマリナーズのポール・シーウォルド。今季が MLB7 年目の33歳の選手です。2021年以降ブルペンが自慢のマリナーズですが、実は2021年からずっと一流らしい成績を残し続けているのはシーウォルドだけなんですよね。今まではイニング問わず試合の厳しい場面を任されてきましたが、今季は9回同点かリード時の登板が中心と、シチュエーションを限定した起用が割と多く、起用法が一定のおかげか防御率 2.73、 ERA プラス146については直近3年間では最もいい水準となっています。シアトルで開催という点も彼にとって追い風でしょう。例年よりも起用法が限定されている点、必ずしも厳しい場面ばかりの登板でない点をどう見るかと、マリナーズの調子がいまいちなのが選出に向けて壁になるかもしれませんが、カスティーヨ、ケルニックあたりとともにオールスター選ばれてほしいなと思う選手ですし、30代に入ってからブレイクした彼の活躍の証としてもオールスター出てほしいですね。ということで8人見てきましたが、あと1ヶ月間成績を残せればどの選手も本当にオールスター出る可能性ありそうですよね。オールスター出場のチャンスはよっぽどのスーパースターでもないとそう何度もないので、このチャンスをぜひ掴んでほしいなと。また皆さんが思う今年オールスター出てほしいなと思う選手も、初めてかそうでないか全く問いませんので、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。